岸田総理大臣は、京都市内で開かれた科学技術に関する国際フォーラムに出席し、生成 AI について、次の時代の科学技術の大衆化をもたらし、さらに便利な世の中が実現することを期待していると述べました。また、日本が主導してルール作りを進めていると語り、G7 ・主要7カ国首脳会議で合意した広島 AI プロセスなどの取り組みをアピールしました。